とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、ダウンロードコンテンツ第3弾の超高難易度クエストに向けて練習していきたいと思います。変身禁止の縛りでやっていくね。装備はこれでいきます。はい、陣兵はゴツエ、音で鳴るハリセン。まあ人間のままの装備ではこれが、だいぶ強い方ではないでしょうか。そして召喚メダルに生身、これはね、人間の時の攻撃力が 80% アップするというやつです。で、ズラモヒカン、人間キャラ1人ごとに攻撃力が 15% ずつアップする。そして大英雄のマント、回避成功の時に素早さが 13%、合計で 100% まで上げることができます。で、あとはレアメタルピンバッジとローストビーフです。これで行くね。行く場所は宇宙船です。ホジローとマゼラボルトか、倒していきましょう。行きます。よし、来ましたね。まずはサメキホジロー行きましょう。攻撃力高いからな。今まで、変身禁止で他のクエストもやってきたけど、ここはちょっとね、レベルが違うね。おお、チャンス取った。人間の状態でチャンス取れるもんだ。意外といけるぞ。よし、それで今回はね、秘策があるのよ。それが大女優のヒール、これで攻撃力を上げていきます。攻撃、あ、いや、攻撃力バフ入れてもそんな変わらんか。そんな変わりはないね。結構変わるかなと思いきや、大した変化は見込めないっぽいです。でも見て、もうこのダメージアップね。基本的にはね、あんまりね、近寄って戦いたくないタイプのやつだけど、やれるもんだな。あー、なんかちょっと、オッケー、みんな、ボコレボコレ。あぶねー、うわー5000、とんでもねえダメージだ。ちょっとみんなで一緒にボコらんと無理だわ。一人だけの力ではダメ。これ、おいおい、メラやられたぞ。ちょっと俺が引きつけとくから。これつらいな。おぶね、よっしゃ。これグレート化した時が結構つらい。あぶね、よし、もうちょい、ちょっとグレート化そろそろ解けろ。あ、おーっと、妖術のダメージが半端じゃないね。1700、あれ6発ぐらい打ってくるでしょ。近接で食らったらもうひとたまりもないね。よっしゃ、もうちょい、 OK、 倒しましたね。では次、マゼラボルト強いだろうな。行ってみましょう。ちょっとここは気をつけよう、マゼラボルト。まあ、アニメのラスボスだよね。ゲームのラスボスはこいつじゃないけど、アニメではこいつがラストっぽい感じだもんね。よっしゃー、ヘッドクラッシュのタイミングさえつかめればそこそこ避けていけるから、あとはブレイズだね。ブレイズはちょっと注意しよう。 OK、ちょっとそっち行かないで。狭いところはちょっと危険なんだこいつは。 OK、 ちょっと待って、みんなこっち来よ。大丈夫か。 OK、 ちょっと生き返らして、こっち俺に任せろ。はい、慣れだよね、これもう何回も戦って。危ねえ、
よいしょ。もう素早さは最大まで上がってるね。素早さ最大まで上がると結構やっぱやりやすい。うん、いや むしろこれ素早さが遅かったら結構辛いもんね。うん、大英雄マントこれ全然いいわ。ていうかこれぐらいまで避けれる感じになってるなら芸能人学徒でもいけるな。むしろポーズ取って回復っていうのをそこまで頼らないんでいけるな。あ、これ芸能人学徒でもまだこいつはいけそうな感じだ。よいしょ、メイン。ちょっとねヘッドクラッシュのね避け方がちょっと難しかったけどもうだいぶ慣れたからいけるわ。うん、いけるいける。オッケーオッケー。タイミングさえつかめば全然いけたね。うん、回復もそこまで夢見る少年のスキルに頼ってないから食べ物だけでいけるな。うん、芸能人格闘して攻撃力を倍増していった方が良さそうだ。もうああちょっと待って、まあそれはあれかな、パーティーが自分一人の時に、おおやったがいいね。ああ動きがやっべー動きがちょっとねノーマルの状態だと避けにくいな。ちょっと頼む、ナイス。ちょっと待って、一人でもかけるとそこそこ厳しくなるから頑張れみんな。うん、今動き早いってこれ相当良かったんだな。あとね、あーポーズ取りたい。嘘、やべ、やーば、あーちょっと炎上しとるし、ちょっと待って、来い。ちょっと早めにやっていく感じがいいのか、素早さが遅いときは。よし、元の状態に戻った。あぶね、ブレイズを思いっきり近距離で食らっちゃった。ブレイズ要注意。いや分かってんのよ、分かってんだけど、こう攻撃速度が遅いと、やっべえ。もうちょっとなんだ、頑張れ。あいった、ちょっと回復回復。オッケー、いいて、あぶねえ。よし、速度は最大まで上がってるかな。よし、ナイス。ブレイズ来るよ、そろそろ。おいったー、やべー、うわー、危ねー危ねー、死ぬ死ぬ死ぬ、死んじゃうよ。嘘、ちょっと待ってごめん、今のはごめん、今のはごめん。ちょっとあの大女優のハイヒールに変えようとしてた。おお、やっぱこのレベルになるとちょっと緊張感あるな。大丈夫か、メラ大丈夫か。で俺が引きつけとくからさ。あっぶね、ああ、しゃあないしゃあないしゃあない、しょうがない。みんなで、あとのね、残りのみんなで頑張ろう。どこだ、お、最後の最後、暴れるね、暴れる君になっちゃった最後。どこだ、よっしゃ、あー、ヘッドクラッシュやばいから注意して。おっしゃ、もうちょい、 OK、 倒しました。なかなかきつかったね。でもそんなにポーズが取れないんで芸能人学徒で言っても
全然良さそうだったね。はい、まあ、とりあえずクリアです。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。